はい、皆さんこんにちは。今日の動画はスマブラ系の YouTuber の登録者数ランキングを見ながら、僕が各チャンネルに対してどんなことを思ってるかとか、ちょっと語っていこうかなと思います。結構配信とかしてても、この人の動画面白いと思いますかとか、配信面白いですかみたいな、結構他の人のことどう思うかみたいな質問でちょいちょい来たりするんですけど、まああんまり気乗りしない部分があって、結構返さなかったりすることが、まあ多いっちゃ多いんですけど、まあ今日はせっかくこういう機会なんで、ランキング見ながら、まあいろんな人に対してどんなことを思ってるかっていう、まあ、ね、人間的なこととかじゃなくて、動画配信についてどう思ってるかっていうのを、まあちょっと喋っていこうかなっていう感じですね。はい。じゃよろしくお願いします。はい。10位がカメメですね。登録者4万8000人で、上げてる動画数が163本。まあ、カメメに関しては、そうだな。そんなに、スマブラの、YouTuber っていう感じでやろうっていう雰囲気じゃないと思うんですよ。まあ、スマブラがそもそもめちゃくちゃ強いし、日本でもトップクラスにいろんなキャラ使えるし、まあ、純粋にスマブラ上手いっていうのが、まあ、印象的なんで、やっぱ解説動画とか、好プレイ集みたいなところで、結構伸ばしていく感じなのかなっていうふうに思ってます。カメメに関しては、去年自粛期間中にやってた、全キャラで10連勝するみたいな、配信なんかやってたような気がするんですけど、あれはすごいいい企画だなと思いましたね。やっぱり、視聴者も多分、特にアイクラみたいな使えないキャラだと、どういう過程で上手くなっていくのかっていうのが見れると思うんで、あれはカメメらしいというか、プレイヤーとしての強みを活かせるいい企画だなっていうふうに思いましたね。カメメはそんな感じですね。はい。で、次。9位が、僕っすね。他の人から見た僕の印象はちょっとわかんないんですけど、結構 YouTube してるっちゃしてますよね。その割には結構低いなっていう感じだと思います。登録者数が4万8600人。で、上げてる動画が56本と。で、一応ね、上げてる動画も再生回数、全体のトータルの再生回数も他の人に比べて1桁低いっていう感じっすね。これは多分配信アーカイブは完全に今までだったの全部トップから落として限定公開にしているからだと思うんですけど、そういう数字になってますと。まあ僕に関しては、まあ別に自分の特徴とかってあんま語る気はないんですけど、まあ僕多分このランキングに載ってる人だと一番 YouTube で動画を上げ始めたのが遅い。去年からなんで僕。去年の2月からなんで、まあ1年経ってないんですよね。っていうのも考えると、まあまあ、まあこんなもんかなっていう感じですね。もちろん、ちゃんとやってる割には低いっていうか、まあ、今年終わる頃には、全然、2位、1位、2位、まあ1位ちょっと難しいんですけど、2位、3位ぐらいは行きたいなと思ってますけどね。まあそんな感じですね、僕は。と、8位が、まさしさんですね。チャンネル登録数が5.01万人で、380本動画を上げてると。まあスマブラ系の YouTuber って大きく2種類いると思うんですけど、その解説動画とかスマブラの攻略っていうのを上げる人と、実写系の動画でスマブラっていうのをツールにしてなんか面白い企画を考えようみたいな。で、僕が多分後者寄りではあると思うんですけど、まさしさんはまあ相当昔から前者寄りでずっと継続的にやってる人だなって思いますね。で、まあ自分も YouTube やってるとすごいわかるんですけど、やっぱ YouTuber としてトップクラスに大事なこととして、継続できるかっていうのはすごい重要だなって思ってます。まさしさんは、そのまさしさんのテンションで、まあずっと継続的に YouTube、多分社会人として全然僕より忙しい中で動画上げてるっていうのは本当すごいなっていう感じですね。取り組み方もすごいなって思うし、対戦相手への言葉とか、対戦中の態度とかっていうのも、リスペクトできる部分がすごい大きいんで、まさしさんのファンの人っていうのは、すごい応援しがいのある人なんだろうなっていうのは、まあ、ずっと思ってますね。と次、7位が、マイスター G ですね。登録者数5万3000人じゃねえわ。5万300人の、再生じゃねえわ。動画の本数が175本ですね。僕56本だったんですけど、みんな100本以上はあるなっていう感じですね。マイスター G に関しては、やっぱり、スマブラの YouTuber としてめちゃくちゃ優秀だなっていうふうに思いますね。普通の解説動画とか、さっき僕が言った2つの分類で言うと、普通のスマブラの解説とかだったり、それから大会の対戦動画っていうのは、まあ、結構多くの人がやってると。まあ、それ別に悪いことじゃないんだけど。で、ネタに走るっていうか、スマブラをツールとして使ってなんか、新しい企画というか面白いことをやろうっていう人、まあそんな多くないと思うけど、やっぱマイスター G は完全にそっちの路線で、まあ、しかも面白い動画上げてる
とは思うし、かつなんか僕とそんなに被ってないっていうか、やろうとしてることがネタとして企画としてなんか面白いことやろうっていう方針は一緒なんだけど、そもそも根本としてのネタの動画の方向性とか全然被ってないなって個人的に思ってるんで、競合相手みたいなそういう印象もあんまりなくて、なんか純粋に視聴者としてまあたまに見て楽しんでるっていう感じですね。と6位がレアさんですね。まあ意外といえば意外なのかわかんない。レアさんってめっちゃ精力的に YouTube 活動してるっていう、配信はやってるけどあんまり印象はまあないから思ったより高かったなっていう感じなんですけど、まあレアさんは動画が割と面白いなって思ってます。なんかマイスター G とか僕とかってなんか普段の喋り方っていうか普段の立ち回りからなんとなくそういうちょっとひねった面白いことやってやろうみたいな姿勢って伝わると思うんですけど、レアさんってなんかそういう方向で結構いろいろ動画作ってくるの意外だなって思うんですよね。しかもなんか僕が作ろうと思わない方向性で結構いい動画作ってくるレアさんはなんか面白いなって思いますね、単純に。だから動画が伸びてるっていうか登録者数がまあ多いのも納得できるなっていう感じですね。レアさんってバズったのが確かスマブラ4の後期に、今ってみんな連勝企画やってると思うんですけど、連勝企画でなんか300連勝ぐらいガチ部屋でしてた気がするんですよ。多分その何百連勝ってする前は本当に数十人とかしかいなかったっていう話は聞いたことあるんですけど、それで一気に1000人とか、その1000人単位配信に集まってくるような配信者になったのは聞いたことあって、ってことはもう完全に実力でこう勝ち取ったっていうような感じだと思うんで、まあもちろんそれが定着して何万人も登録者集まってるっていうのは単純にそのレアさんが面白いっていうのじゃないと成し遂げられないんだけど、でもその見てもらうきっかけを作るのってすごい今から配信始めようとしてる人からするとすごい難しいと思うんで、強くなって明確に結果を出して集めるっていうのができるとやっぱいいのかなっていう、ぶっちゃけそれぐらいしかないかなっていうふうに今思ってますね。あの今からスマブラで YouTuber としてなんかトップに行きたいみたいな人がいるんだったら、そこで見てもらうきっかけを作るしかないと思うんで、強くなるっていうのは、まあ、結構大事ですね。で5位がシュートンチャンネル、シュートンですね。登録者数が5万4600人で動画の本数が527本と、まあ、大体スマブラ系の YouTuber って配信を始めた時期とか配信頻度とかそんな大差がないんで、配信のアーカイブを限定公開とかにしてないんだったら500本とかが結構多いっすね。シュートンに関してはまあ当然こんぐらい登録者数集めるべくして集めるような立ち位置に、まあ、エボジャパン優勝してますしね、いると思う。まあ、シュートンの YouTube といえばっていう話で止めるマンいると思うんですけど、あれはすごい人気ですよね。最初出てきた頃は、まあ、確かに名物っぽくて面白いし、とはいえ一過性の人気になるのかなっていう印象はあったんですけど、結構長期的にトメルマンの話してるとめっちゃ動画伸びてるみたいな印象あるんで、僕のボットとかもそうだったと思うんですけど、本人単体だけじゃなくて そこに付随するオプション的な何かっていうのが、生み出す相乗効果っていうのが、まあ、結構大事かなっていうふうには思いますね。まあなんか意図的に作るようなもんじゃないんですけど、それはちょっと思ったりしますね。で次、4位がケプさんですね。登録者数が5万6600人で動画の本数が601本と。ケプさんはすごい始めたのも結構早い方だったと思うし、そっから安定してずっと継続してるっていう感じはする。特に動画とかに関しては多分ばらつきあると思うけど、配信は結構継続してやってる印象があるな。で、しかも動画とかも上げるのも結構早かった気がするっていうのも考えると、まあ納得の位置かなっていう感じですね。なんか真面目に YouTube やったらすげえ伸びそうだなって昔から思ってますね。ケプさんってあの同居人いるじゃないですか、まあ、名前出さないですけど、ケプさんの同居人の3人でチャンネル持ったりしたんですけど、なんか本気で YouTube やったら絶対もっと伸びるんだろうなっていう可能性はあるんだけど、あんまりなんか別に努力したいってわけじゃないけど、まあ方向性としてそういう感じじゃないのかな、そっちを目指してるのかどうかちょっとよくわからないんですけど、まあそういう印象ありますね。スマッシュログとかで一緒になる時とかも、まあ、結構起点の聞く返しというか、そういうのがうまいなっていう風に、うん、横にいて思うし、まあ結構感性的に近いものがあるんで、割と僕がなんか面白いことを言おうしようって思った時にやっぱ横にいてくれるとありがたいっていう感じはあるんで、
収録とかにすげえ呼びやすいっていうのもあって、そのケプさんがめちゃくちゃちゃんと考えたらなんかもっと面白いことできそうだなっていうのはなんか常々感じてますね。ランキングには入れなかったけど、順位的にもし入れるんだったらケプさんの上に来たっていうのが三田さんですね。三田さんは正直その動画を見たことはまあないんですけど、ツイッターとかで回ってくるって感じですかね。フォロー返したのがそんなに昔じゃないんですけど、結構最近っちゃ最近なんですけど、本当にすごい前から他の人のリツイートとかで回ってきてた。で、その時の印象、まあ今もずっとそうなんですけど、まあ日本語を喋らないっていうか、意味のわからない日本語を言ってると。ただなんとなく面白いみたいな。結構こういうキャラって YouTube がインターネットにおいてすごい強いなって思うんですよね。僕って多分意味のわかんないことを言ってもあんま面白くないと思うんですよ。ある程度、その、理路整然とはしないとダメだなってのはあるんですけど、なんか変なこと言う人、日本語喋ってない人って、これ本当に悪口じゃなくて面白いっていう話なんですけど、日本語喋ってない人ってそれで一回成立しちゃうと割と何言っても許されるんじゃないかって、僕そういうキャラじゃないんで想像かもしれないですけど、だから何言っても許される感じがすごいいいなって思いますね。だから三田さんのことが好きっていう人は多分ずっと持続するんだろうなって、こういう人って根強い信者を集めやすいっていう感じしますね。この意味わかんなさって結構インターネット YouTube においてそういう意味で強いなって思いますね。っていうのが3位と4位の間の番外編みたいな感じでした。で、3位がライトさんですね。登録者が66,200人で、動画の本数は504本と、動画の本数がみんな大体同じぐらいですね。ライトさんに関してはすごい戦略的に YouTube をやってるなっていう印象がありますね。こういうことを言っていいのかちょっとわかんないんですけど、ちゃんと伸ばすためにやってるっていう感じはしますね。まあ、本人もわかってると思うんですけど、今って数字が取れそうなスマブラにフォーカスした動画、まあ、キャラランクとかはその顕著な例だと思うんですけど、それを上げてると、見てくれる人を増やそうとしてるっていう、まあ、そういうフェーズだと思うんですけど、まあ、ここから多分ライトさん的にはライトさんっていう人に興味を持ってもらって、外れたような企画とかやっても楽しんで見てもらえるようなファン層を獲得していきたいっていう感じだと思うので、まあ、そういった人をこの今広げてるフェーズでどこまで取れるかっていうのが重要なのかなって、長期的に見ると重要なのかなっていうふうに思ってますね。個人的には動画的にもなんかちゃんと研究してるなって思います。こういう動画が伸びるよなっていう、なんかそれは別に僕悪いことじゃない、悪い意味で言ってなくて、なんか配信とか一緒になったらなんかこすい動画上げてね、数字稼いでるみたいな、そういう悪態つくこともありましたけど、でも数字を伸ばすっていうのはめちゃくちゃ重要なんで、すごいちゃんと見てるな、分析してるなっていう印象がライトさんにはあります。はい。で、2位がアバダンゴチャンネルですね。登録者が146,000人で、動画が366本と。まあ、アバダンゴに関しては、そうだな。最近はあんまり動画も上げてないし、配信はたまに気が向いたらやるみたいな、そんな感じだと思うんですけど、まあ、彼に関しては、SP が発売した直後かな、ぐらいにもう10万人いってたんで、まあ、伸びがすごいっていうよりかは、やっぱり昔からちゃんと地位を確立してるなっていうタイプの人かなって思いますね。まあ彼に関してはそんなにこう今 V に落ちてるというか、沼に結構ハマってる印象があるんで、結構視聴者側に回ってるような感じもあるんですけど、まあ盛り上がってきたら、スマブラ盛り上がってきたら、またその大会とかが復活してきたら、まあどんな活動をするのかっていうのは、まあ楽しみですね。全然思ってないんですけど、ごめんなさい。本当に、その、心でもない言葉かもしれないんですけど、まあ一、その、客観的に見たら楽しみだなっていう感じはあるかもしれないですね。まあ彼は、プレイヤーとしての志がやっぱ高い人なんで、やっぱ大会でどんだけこうパフォーマンスを見せるかっていうところに重きを置いてると思うんで、まあ YouTuber としてのくくりでこう分析するのは、まあちょっと違うのかなっていうのはあるんで、まあ大体こんな感じですかね。次も1位と、まあ、1位はみんな分かってると思うんですけど、1位と2位の間に、あ、この人こんな伸びてんだって思った人がまあいて、まあ、オフ大会とか出てる人じゃないんで、ちょっと判断難しかったんで、一旦入れなかったんですけど、1.5 位としてぐんぐんいるチャンネルさん
チャンネルさんってぐんぐにるさんですね。登録者が16万4千人で、動画の本数が252本と。で、ぐんぐにるさんといえば、まあ、ガノン使いとしてめちゃくちゃ有名。実力はそもそもめちゃくちゃ高いっていう。オンラインしか基本的には見ないんですけど、まあ、メイトでもガノン固定でレート2000とか、言ってたりする強豪ですね。で、動画のスタイルとしては、その、プレイの凄さっていうのと、あと、ゆっくり実況を取り入れてると思うんで、そこで視聴者を安定して獲得してるっていう感じですね。まあ、YouTuber っていろんな方向性がまああると思うんですけど、再生数の伸びとかを見ると、まあ結構明らかになるものっていうのがあって、安定してずっとこのぐらいの再生数を取ってるっていう人と、企画によって変動するっていう人が、まあ、いますね。で、前者の安定してる人っていうのは、同じフォーマットで、ずっとコンスタントに出し続けるということで、視聴者からしたら毎回込みに行きたくなるっていう、そういう獲得の仕方。で、まあ、後者に関しては、動画の企画の面白さみたいなところで勝負してる人っていうのは、そもそもあんま企画が面白くなかったりすると動画が伸びないしっていうのが、まあ、あると思うんですけど。ぐんぐにるさんはその完全前者の方で、本当に安定して2、30万ぐらい再生取ってるのがすごいなっていう感じですね。数字としても伸びてるし、プレイもすごいんで、まあ、YouTuber としてもめちゃくちゃ優秀だなっていう感じはします。で、まあ1位は当然ザクレイですね。登録者数が22万3000人で、動画の本数が409本と。動画の本数409本っていうのがすごいですよね。彼の場合は、でも配信アーカイブはあんまり残してないんで、純粋に今毎日投稿みたいな感じになってると思うんで、動画の本数だけで大体そんぐらいになってるのかなっていう感じですね。まあ彼の影響力がどれだけすごいかっていうのを日々思い知るっていう話なんですけど、まあ、僕結構ね、スマブラやってる人からは、まあ知られてるっちゃ知られてるんですけど、スマブラをそんなに詳しくないっていう人から知られてる場合は、大体ザクレイ経由で知られてる場合が多いですね。前池袋でなんか声かけられた時は、声かけられたらちょっと話するんですよ。スマブラ詳しい方ですかみたいな。いや、そんなことも全然ないんですけど、ザクレイさんの動画に確か出てらっしゃいましたよねみたいな話があったりとか、あとこの前整体行った時の、その整体してくれた人が、まあ僕、どんな仕事してるんですかみたいに聞かれるんで、まあ普通に社会人やりながら YouTuber やってますみたいな。で、どんな名前でとか、どんなこと、どういう系の YouTuber なんですかみたいな話をした時に、スマブラ系で将軍って名前でやってますみたいな。そしたらなんか、いや、名前はなんか聞いたことあるな、みたいな。誰かのチャンネルのゲストに出てませんでしたみたいなことを聞かれて、まあ多分ザクレイの回だと思うんですね、それも。とか。そんな感じで、ザクレイ経由で知られてるっていうことが、なんか日々生きてて実感することが多いので、やっぱり影響力すごいなって思いますね。で、まあ本題に入って、まあ彼のチャンネルの話なんですけど、まあめちゃくちゃ理想的な伸ばし方をしてますよね、本当に彼は。その YouTube の動画的に、まあさっき言ったフォーマットが確立されて安定した再生数を取れる形になってるパターンと、企画によって変動するパターンってあると思うんですけど、これ完全にザクレイの場合は前者で、配信の、まあ、切り抜きにテロップとか、効果音とか入れて動画にするっていうスタイル。で、これめちゃくちゃコスト的にもお得なんですよね。本人の負担がまず少ないっていう、いちいち収録とかしたりしなくていい。配信、して、あとはゲームイズのスタッフがやってくれるっていう形なんで、すごいコスパがいいんですよね。やっぱ一番 YouTube やる上で大変なのって、企画を考えることだと思うんですよ。で、そのステップが完全になくて、素材提供と編集のこの流れっていうのがすごいスムーズにいきやすいから、毎日投稿とかもあんまり食うなくやれるっていうのがいいなって思いますね。で、それプラス、まあ当然それだけだったらやっぱ伸びないんですけど、彼の場合はいろんなキャラ使えるっていうことで、視聴者が見て飽きないし、そのどの使い手からしてもやっぱ登録したくなる、見たくなるチャンネルだとは思うんですよね。いろんなキャラ使ってるんで。まずやっぱり僕が最近配信やってない理由として、いろいろあったんで、本当にいろいろ理由はあるんですけど、ザクレイのスマメイト、リトルマックとガノン使ってレート2000目指すみたいな、ああいう配信を見ちゃうと、すげえ面白いなって思うし、あれ僕も結構見てたんですよ、あれ。しかもこういう配信って俺には絶対できないなって思っちゃうんで、そこでプレイヤーとして そのいろんなキャラ使えるっていう能力の差から来る配信者としての適性みたいなものに差をすごい感じてしまって、
まあこういう配信の方が面白いに決まってるよなって思っちゃって、あんまりやる気にならなかったっていうのもあるぐらい、プレイヤーとして上手いっていうことを配信で動画で YouTube 全体通して活かしてるっていうのは、やっぱり彼のすごいところかなっていうふうに思いますね。まあ、だから僕の YouTube の方向性としても彼と被んない領域でちょっとやんないと、いつまでも彼の後ろを行くだけでしかないんで、それは YouTuber としてっていう感じなんですけど、っていうのはあります。だから僕の上げる動画の方向性とかも、まあ、ザクレイに影響されてるっていうのはすごいありますね。彼の真似をするんじゃなくて、その逆、彼と同じような方向に行かないようにするって意味でめちゃくちゃ影響を受けてます。まあそんな感じでした。結構喋ってみると、各チャンネルに対して、まあ、僕はどんなことを思ってるのかっていうとこも話したんで、まあ今日はそんな感じですかね。僕のとこでも触れたんですけど、まあ、とはいえ僕この9位とかね、まあ、これ今年終わっても9位とかだと、まあ、結構ねこういうスタイルでやってる身からすると、まあ、ダサいなって正直思うんで、まあ、今年終わる頃には、まあ、少なくとも3位2位ぐらいにはいけるようにはしようかなっていう感じですね。まあそのために今年スマブラの方プレイヤーとしてっていうのはいつ大会で復活するかしら分かんないんですけど、 YouTuber としてはまあ頑張っていこうかなっていうふうに思ってるんで、まあ気が向いたらチャンネル登録とかしてもらえたらなって思います。はい、で今日はそんな感じですね。はい、ありがとうございました。